こんにちは、ソッックニッターのまゆみです今日はこちらの毛糸とこちらの針を使って母に帽子を編んでみたいと思いますえっ、ー、と夏になってコットンの帽子が欲しいなぁと囁いていたのでコットンの糸を探していましたそんな時に寺井さんからこちらの針を提供していただいてこれで編んでみたいなぁと思っていたのでベストタイミングという感じで 使ってみたいと思います。今回使うのはリッケのドリフトウッドのなんと30センチのものでミニワバリセットというかタンバリセットの中のものです。で3ミリのものです。US だと2.5号ですが日本だと3号になるかな。12インチあ30センチのものでメイドインネパールで、えー、と良いバーチウッド。しら白樺でしたっけ バーチュットというのでできていますで今回選んだのはキャンドゥさんの量の糸っていうのかなナスコンという色のものです最初に母はコンがいいなーって言っててでえっ、ー、と UV カットの毛糸もあるから探してみるよということでいろんなお店に回ってみたのですが UV コットンは ちょっと明るい色しかなくってだとちょっと汚れが目立つから好きじゃないとであ黒もあったんですけど黒だと私が編みづらいということでナスコンを選んでみましたえー、っとですね涼しい手触りがととくと特徴の毛糸で綿が64%レーヨンが25%朝が11% <laughs> なんか羊がいますね日系グループというのかな というので、えっ、ー、と適しているのが六号から七号とあるので、このメリアス部分は六号で編んでみようかなと思います。えっとね、八本寄りとか波太の糸のえ帽子を編んだ時の感じでやってみようかなと思います。どんな糸かと申しますと、えっ、ー、と結構。 何本も糸がよってあるんですよ。何本よりかわかんないくらいで、えっ、ー、とちょっとこうくるくるっとしています。中から出すの大変なので、外から出して使いたいと思います。実はちょっと午前中に編んでみて、やっぱ帽子って。まあ前回のこうね。目数を見て編むっていうのもできると思うけど、違う糸だったらやっぱり一回編んでみなきゃ。 まずそこが手間だなとは思うんですけど一回編んでみて、えー、母の頭に合わせてみて今回はやってみたいと思いますが目数や段数は人によって違うかもしれませんではやっていきたいと思いますこれを外側から出してで、この作り目は今回ゴム編みの作り目 アルネカルロスさんのチューブラーキャストオン、チューブっぽく見えるっていうのでやってみようと思います。まあでも面なのであまり伸び縮みはしないかもしれませんが、やってみようと思います。えっ、ー、と、はじめに100目作ってみようと思うんですけど、 とこのチューブラキャストオンはロングデイルキャストオンみたいな感じで先にこう長さを取っておかなきゃいけないんですねそれが私ちょっと苦手で、えー、っと余ったり、えー、足りなくてもう一回する羽目になったりしてちょっと苦手なのですが頑張ってやってみようと思いますで何かの動画でその長さを大体測るのにこの編むもの編む針作り目の針かどっちか忘れちゃったんですけどそこに その目数分こうくるクくるしてスタートするといいよってあったので、えー、と100回くるくるするの面倒なのでまあ20回ぐらいしてその5倍にしようかな1234567891011121314151617181920じゃあこの5倍でのところからスタートして。 見よううかかななと思いいまますさあうまくいくかなここをこう持ってでもそれよりも太い針でしてねってアルネカルロスさんおっしゃってたので3号の次私5号しか持ってないので号あ6号だ <laughs> 6号でやってみたいと思いますこっちが 3mm でこっちが 4mm ですこっちはニットプロのノバメタルというものですこれね帽子を 編む時にはちょっと長すぎるんですよねだからこれくらいの長さの6号とかを持っておくと帽子には楽かもしれませんで糸糸端は手前糸玉が奥の状態でこう持っていますでえっ、ー、とこんな風に持って最初はくるんとしますあ。 この糸をちょっと見づらいと思うので、私が参考にした動画を概要欄の方にも載せておきますので、そちらもご覧ください。これが1目目です。楽ですね。じゃあ2目目からは、ちょっと裏編みバージョンと表編みバージョンと2種類あります。次は裏編みの目を作ります。上の目の、あ、上の糸の下を通って、下の糸の上を通ります。で、そのまんまぐるんと、 と回します。これで裏の目ができます。ここに横に。こう出てるので裏編みっぽいですよね。次表編みの方を作ります。えー、っと、下の糸の下を通って、上の糸の上を通るあ、簡単ですね。でぐるんとします。そうするとここに奥にこう。横に渡ってる糸ができるので、これが表編み。 じゃあまた裏編みこれね2目細編みもできるかどうかとかちょっと分かんないけどできたらいつかやってみようと思いますえー、と上の上をと上からこう下をこう通って <laughs> ややこしいですねもう一回裏編みの方をします下を通ってぐるん下から上を通ってぐるん これ一緒にこうしてみるとわかると思います。これ最初わかんなかったんですけど、何回かやっていったら指が覚える感じで。で、なんかこう、ここがね、ここの目が、うん、糸の部分が下に来るようにした方が後で編みやすいと思います。で、合っていたら、歯が、歯っていうカタカナの歯が並ぶ感じです。はぁ、はぁ、はぁってこうなります。 こう忘れちゃったら、どっちやったっけって忘れちゃったら、ここに横に渡る糸があるかどうか、凹んでるか出っ張ってるか、凹んでるから今度は裏編みからだ。裏編みは上から下通ってくるん。で、下から上通ってくるん。これを何回も繰り返していると、こう、なんだろう、無心になって、 動きがこう手で覚えると思うので <laughs> こんな感じでやっていくといいと思います編んだものはここをこう押さえながらいきますで数えながらいくといいと思います最初に1目目が表編みなので裏編みの時は必ず偶数になりますちょっと数えてみましょう244と24515次が245 裏編み16171819これずっと見てると編めるようになるかもしれませんあこれがくるくる回っちゃうんだよな1920212223という感じで100目。 作ってきますあ101目作ります101目作ってきました糸端がこの分でした <laughs> よかったちょうどいい感じで、ここ手を離すとこのねじれが取れてしまうのでこのまんまでこっちから編んでいきたいと思いますでいつもだったらこの目をここにのっけたいのですがこの目が伸び縮みするタイプじゃないので 最後に2目一度するような感じでくっつけていきたいと思います。なのでひっくり返してこのドリフトウッドの出番です。尖ってる感じだけど痛くないという感じです。ここがちっちゃいですね。あちゃんと書いてありますね。<laughs> では行きますよ。この糸端はちょっとこのまま押さえておいてひっくり返したので。 最後表編みで終わったはずなのにひっくり返すと裏編みになっています。あ、そうこの糸ね結構こう細かいのを割っちゃうので気をつけながらこう裏編みで外してで表編みが右の糸が向こうに行ってるのでそれに気をつけながらこうやって編みます。あちょうど良さそうですね。 まあコットンなので伸びる感じで縮む感じではないんですけどでもこのチューブラーキャストンするとここがすごくねじられてるので分かりますここぐるんぐるんになってるんですよねなので今今はなんかすごく伸びてる感じ距離があるけど編んでいったらうんどうやってキャストンしたのっていう感じで この編み進める作り目だとどうもね長くなっちゃうんですよね。でもこのおかげで絶対入らないってことはないんですけど。でもキュッてさせたかったらこう編みの作り目がしたいなーって思ってて。で、なんか何段か編んでからこう拾うタイプのものとかいろいろあったんですが。 一番理解できるというか動きが分かったのがこれだったのでやってみましたちょっと紺の色で見えづらかったかもしれませんがどういう仕組みかわかりませんができました <laughs> こんな感じで表編みのところは表裏のところは裏でしていきたいと思いますもう持つところがね短いのは たんばりだからっていうのもあるかもしれませんね。もうなんだろう尖ってるのに木だからかこう痛くないというのはいいところだなと思います。という感じでこっち金属でこっちをで木でっていうのを比べながら編んでいきます。ね結構伸びるでしょ。 裏編み表のがぐるんとなってる時があるのでこうやって探しながら最後まで編んでいきます編んでたらちょっと1目落としてしまったので1目落としてしまった時の対処法を見つけたのでやってみようと思います。ななんんんかこうくるくるるるしていののが3個ありません 1, 2, みたいなその真ん中を こうしてすくって表編み表編みを落としたので表編みをします裏編みだったら裏編みをすればいいと思いますえっとマルティナさんの編み進める作り目もえっとこう落とした時に下からこう拾えばいいだけなのでそれもすごいしこれもチューブラーキャストオンもうまくできているなと思います最後の1目になりました でこれを糸を手前にしたままこここ,こ拾っておいてでここをくっつけてまだここ編んでないんですけどくっつける時に2目一度したいと思いますこれをねじられてないようにこう伸ばしてきてわーちっちゃいですね <laughs> ちっちゃいので持ち運びとかもすごく楽そうですこの ビヨビヨしてる方をちゃんと下に向けてでこの糸端はしばらくこのままにしておいてここからスタートしたよっていうのが分かるようにしたいと思いますこっちの方がいいかねじられてないようなをちゃんと確認してでここから表編みからスタートしたいと思います あ裏編みスタートになってますね。でここ表編みなので、ここも最後の目やっぱりこれでいいですね。ここと糸を手前に持ってきて、ここを2目一度して。で、ここから2段目をスタートします。これが邪魔ですね。表裏という感じで、1目細編みを編んでいきたいと思います。 で前回までに編んだ帽子の中で一番のお気に入りはこれだったそうなのでこれの一目細編みの部分をもう少し長くしてちょっとねコットンなのでフィット感がないかもしれないので少し長くこのリリッッケののドドフトウセンチでで編んでみたいいと思いますでもう少しね編んだらここがどんな感じになっているかも お見せできると思いますあー編みすぎちゃったかもしれませんが6センチくらい編んできましたえっ、ー、と数えたら19段ぐらいなのでそろそろあ六センチちょっとですね6 5センチくらいおっとあ六センチくらいかな編んできました すごい整って見えるイエーイ。<laughs> と。でここの端っこは何だろうまっすぐな線じゃなくてポコポコしていてでこうチューブみたいに編んでいってこう縫った時こう編んでいって,っいって何目かこう後をこう拾ってこうした時みたいな感じの編み地になっています。で 伸伸びびよううとと思えば6号の分あの,太い針の分分太いいいい針ぐらいこう伸びるという感じになっています。前回のとちょっと比べられはしないかもしれないけどいやー満足ですいいですね。でねこの糸ちょっと時々白いものがこう入っているのでまず取りながらこんなのでねちょっと目立つのでねそんな風にしていきましたで、えー、と6センチぐらいで。 だいたい一玉終わりそうなので、えっ、ー、と、後で何玉使ったかお知らせしますが、一応四玉買ってきております。どうやって計算したかというと、一玉が四十メートルで、前回、えっ、ー、と、並太の場合には百二十メートルでできたので、三玉あれば間に合うなと。で、一応、念のため、もう一玉買ってきました。 でここからメリアス編みにしていいこここうとは思いますここら辺まで編んでいきたいなと思いますほらこういうのがちょっとね入ってるので,でも結び目とかは今のところないですが結び目がある可能性もあるっていうのが書いてますね玉の中に結び目が発生する場合がありますあと濃い色を若干色落ちが発生することがございますので別洗いをおすすめしますということで母に伝えておこうかなと思いますなんか えーとセリアさんの「ご縁です」っていうのもなんかいい色だなと思ったんですねちょっとこう明るい感じ紺だけど明るい感じですが「ご縁です」はねえっ、ー、とその時の糸同じ色でも見た目同じでもちょっと違ったりその店に紺が一玉しかないとかそういう感じだったのでご縁の糸だから <laughs> だから何店舗も回って同じ色を3玉とか4玉準備するのは難しいなと思って。 てで,でこれに出会えたので、これを買ってみました。では、ここまで編んでみます。えっと短い針は持つところがちょっと悩むところなんですよね？私で結構こう。長いとここにこう当てて編んでるんですが、当てなくていいのでここに型がつかなくていいんですけど。でいつも親指人差し指中指で。 あとと薬指と小指小をここすごいこう昔はねこうやっててでここが疲れたんですけどできるだけこう離すようにはしててでも今回はこの針がこっちまでないからこのコードを少し軽く持ったりして編みやすくしていましたでちょっとこう押したりしてでこの指の点じゃなくて線でこう面っていうんですかこう尖ってこう触るんじゃなくてこんな感じに持つようなイメージでこうやって編んで。 いましたであの1段がどこで終わったかわからないのでどんどん編めちゃいますね。あとこの滑りがいいのでこっちだけこうしておくと勝手にこっちの方が上がってきてうとこう編み地をこうやって押さなくても編めるというところも3 0ンチのいいところかなと思います。前ははこのごま編み部分は40センチ アディプレミアムの40センチで編んでて、これであの、なんだ、腹巻きとかも、腹巻き帽子もこれで編んでるので、うん。これだったんですけど、これだったら、こう押して、こっちがこう出てくるように、こう、こっちも押す。こう、2箇所押してたんですけど、これは押すだけでいい。ただ、この針の長さが違う。あと、こっちはすごく滑る。滑るから、こう、目、ま、目が落ちることもあるかもしれないけど、 でもそれが魅力。早く編みたい時はこれ。でも、なんだろう。滑らない方がいい人とかもいますよね。あと多分コットンだったら、こっちの方が、木の方が編みやすいんじゃないかなと思います。このね、シュッシュッっていう音と、ここのね、境目はね、もう全然引っかからない。これはね、ストレスゼロですね。 という感じで,で、えー、と途中このプレミアムでも編んでみようかなと思ってたんですけど、まあ、試し編みの時に編んだので結局これで編んでしまってあ今もほら6センチ以上編んでしまいそうな感じですでちょっと長かったかなとは思うんですけどここら辺からえっ、ー、と メリアス編みにしたいと思います。このままメリアサ編ミにしてもいいんですけど、夏の帽子なので、ちょっと隙間がある方がいいということなので、ちょっとここからは、6号針でマジックループでいきたいと思います。50目でマジックループをして、50目。で、これと同じ長さぐらいになったら、減らし目をして、閉じるという風に仕上げていきたいと思います。ということで、 リッケドリフトウッドの 30cm3mm のレビューもちらっとお知らせしました皆さんならこの 30cm で何を編みたいですかえー、とかかもいけるかなあと袖口にはちょうどいいと思うんですよで例えばそのこの 40cm のだったら大きすぎて袖口は逆にできないんですよね マジックループもできないしっていうのを考えると3 0ンチってそういう風にやっぱり使うのかなとあとレッグウォーマーとかもいいかなと思うしもし 30cm のお持ちの方はこういうのに使ってますよっていうのがあったら教えていただけたらなと思いますこれ 3mm だけじゃなくて他のあの太さのもあると思うので他の太さバージョンではこんなのを編めますよみたいのがあったらお知らせください ということで、メリアス編みを編んできまーす。あーやっぱり滑りが違いますね。メリアス編みにしてから11センチ。ここも入れたら17センチくらいになったので、ここからキュッとすぼめていきたいなと思います。 ここがね、大変だったら、ここをこうバッテンにこう止めて、伏せ止めしてバッテンに止めるっていう、で、ここをちょっと開けるっていうのもありかななんて思ったんですが、で、今、二玉目のこれくらい残っています。二玉で防止できるかも。なんだったらもう一玉違うバージョンで編んでみようかな。もう一個か。ハンカチにもいい感じですよね。前も編んだんですが、 前回のよりは太い感じかな。で、今100目あるところを2目一度して、左上2目一度をずーっとして、半分の目数50目にします。で、1段編んで、メリアサ編みをしてね、こう目を落ち着かせて、でもう一回2目一度して、最終的に25目に減らしてみたいと思います。25目まで減らしてきました。でこう コードのところでこうやってキュッとして持ってみて、うん、あと一回減らし目をするか、ここでキュッとするか迷い中ですが、ここでキュッとしてみたいと思います。まだ毛糸はあるので、一段編もうと思えば編めるのですが、まあ、うん、20センチぐらい残して切ります。ちなみにこのハサミは、 ダイソーさんのミニバサミですで大きいとじ針に通してこの目を拾っていきますこのままこう全部拾ってキュッとして あともう一周してで中に糸始末をしていきたいと思います。あとこの始まったようなマーク代わりにしてた糸も中に糸始末してきます。でいよいよ完成です。糸始末完成しました。こんな感じでぷっくりなりました。このプ。 不利になりたくなかったら、もう一回減らしてからこうするといいのかな？なんても思いますが、ちょっとここう長いですね。あ、でもここのゴムゴムの作り目できたーっていう喜びと。いいですねで。でここ糸始末して、あとえっと2玉目に行ったところがどこだったかなあ。ここですね。これは2玉目のところを糸をただ結んで。 ム、えっと、村マルティナさんの腹巻き帽子の糸始末と一緒でかぎ針で斜めにちょっとくるんくるんくるんってしただけですすごい簡単ですでこう引きつりもせず大丈夫ですいやー目が整って見えていいですねあえっと結構弾力性もありますわーお出来上がりました2玉で出来上がりましたこの「量の糸」というナスコンの でしたということで今日は母に捧げるコットンの帽子 <laughs> 何の芸もありませんが多分頭にフィットしてくれると思うので今日も最後までご覧下さりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう